こちらが、中央バザールということで、まあ、いろんなもの売られています。はい、ちょっと人々のね、この買い物の場所だったりしますけど、ぜひちょっと覗いてみるといいんじゃないかなと。道の道ですね、この共同墓地のところの沿ってる道からも来ることができます。ただそうだとちょっと入れるところが分かりづらいかもしれないけどね。でも Google マップあれば行けるか。川か、用水路か、用水路があります。このもう日本中墓地から近いところです。まあ、これは住宅街になってる感じです。で一応ここのところがなんかベンチが置かれたりしていて、ちょっとした遊歩道になってますね。はい、向こう側ね。そっちからも行けるっちゃ行けるか。渡っていこうかな。市街地からちょっと外れたところですね、今いるところです。ちょっと郊外にいるところなんですけど、野生さんとありますね。ちょっと今から市街の中心の方に行ってます。夕方です。結構こう見ていただいて車結構走りますね。はい、で今から、ここから2キロ先に行って右に曲がる感じか。ちょっとしばらくこの道を、進んでいく感じです。今ここの歩道橋ですね。で、結構こっちの通りはね、車の通りが激しいですね。はい、大きな道路です。片側2車線、3車線かで、こんな感じで日本車かなり多くありますね。プリウスがカブリー消防署か。結構消防車、日本の消防車なんかもあったりする。これはちょっと日本のやつじゃない、日本のメーカーのやつです。で、こういう感じです。結構そこバス停になってるからバスが乗ってる感じですね。で、市街地中心が向こうだから、ちょうど向こうから入ってくる。夕方になってきましたね。もうちょっとしたら30分ぐらいしたら日が落ちてくるかなって感じしますね。はい、で割と今地域市街の中心のあたり来てます。結構交通量激しいですね。結構今もう市街地の本当に中心の方近づいてる感じです。スキーか、スキーとか。そうだよね、雪降るからこっちのこっちの国はね、スキー場も結構あるんだろう。でこれはスーパーですね。今結構街中が近づいてきましたね。本当中心のあたり来てます。もうちょっと先か。なんか新しいね、このビルね。なんか斬新的な感じです。
ということで、アウトドアですか、釣りとか。いいね、こういう感じでさ、なんか見えるとね、ムクドリかな。よく日本で被害者がよく多いじゃないですか、この鳴き方がもうそっくりですよ。ムクドリでしょうか。守ってるですね、守ってるホテルあります。これなんかすげえな、すごいですね。その通りなんかムクドリみたいなのがいっぱいいますけどね、大きいです。で今ちょうどもう中心のあたり、ロボテロっていうの近くです。今ちょっとベンチに住んでます。こんな感じで結構ベンチがねあるんで結構便利です。ここの地区はね、結構新しい登ってるとかあって新しいですね。もうちょっと向こうに行くと古い感じだし、あとは中央バザールの方行くと結構なんか昔ながらの古い家のところだったりするんですけど、でこんな感じです。ここは歩行者天国みたくなってますね。この辺り結構店あるんだよね、はい、でこっち行くと中央バザールの方ですね。そっちずっと行くとね、ここ結構人がいるの多いね。結構新しいですね。それがレストランも混んでるな。この時間混んでる。こっち向こうの方で俺言ってたんだけど、こっちの方が栄えてるんですよ。そんな行ってないな、この通りね。ずっと向こうまで続いてる感じが中央バザールですね。店がある感じです。こっち側とかね、そこのところもなんか美味しそうだね。ちょっとどっか食べようかな。でこれはちょっとファーストフード的なやつか。これはドンネルハウスピザ、ラグマンだかんだね。いいね、ラグマンとかもちょっと食べてみたいよね。ラグマンとかあと他にもちょっとこう食べてみる。下かやっぱり結構すごい歩行者天国になってて人が多くいるところですね、はい、でお店も結構多いです。この辺りこのところの、通りのレストランでね食事しようかなと今思っているところです。立派ですね、マンションか。